ついについに iPad Pro を手に入れました。パチ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 。iPad Pro。こんな感じです。狭くて前景が映らないのがあれだけど、開けていきたいと思います。どうやって開けたらいいのかな。こうこうしろみたいな。ピリッ。じゃんじゃん、ハッピータイム。おお、スーパー、ワクワクワク。おおおおお、イエイ。あ、ちょうどね、眉のあのフット、なんていうんだ、オットマン、足置きと同じぐらいの幅です。ほとんどタブレットとペンタブレットと同じサイズでした。で、他に入ってるのはこのダウンロード用のやつ、ダウンロードのなんか、まあ説明書か、ダウンロードじゃねえや、デザインドバイって書いてあった説明書と、この充電のやつだな、充電のアダプタとコード。かっこいい、丸め方かっこいい。これはね、2022年、2年前に発売されているやつです。これがね、一番お絵かきには適しているとのことだったんで、ね、楕円形のやつですね。両方楕円形。はい。なもんかな？この中は後はなさそう。ちゅうわけで、見ていきます。これを剥がします。まだね、カバーとか、シートじゃない、フィルムとかね、何も買ってないんだけど、もう開けてしまう。わー、つるみたや、つるみたや。明日届くんですけど、フィルムが。まあ、どうせ、掃除するやつついてると思うんで、いいでしょう。裏はアップルのマークです。カメラついてます。やったね、iPad Pro。これでお絵かきができる。ペンも明日届くんで、ちょうどいい。どうやってつけるんだ？こうか。いや、これか。ん？これか。上か。長押しか。お、ついたついた。カバーとかどうするんだろうな。何も気にしてなかった。売ってんのかな、普通に。それも気にしてなかった。お、ハロー出た、ハロー。ニーハオ。いろんな言葉でね、ポンチャ。これで設定だけしときたいなっていう感じです。えい、日本語。日本。まあ、設定しときます。とりあえず、クリスタを入れてみた。ポチ、ポチ、ポチポチ。はい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 。クリスタ自体はね、パソコンにも入ってるんだけど、全然サイになりきっていて、なんか模様とかも手書きで書いてしまいの、すごく無駄なことやってるんで、ちょっとね、こういうツールだのなんだの使って時短とクオリティアップをしていきたいところです。画面はこんな感じ。あ、横向きになった。そうか、横でも書けるのか。まあいいや、こんな感じで明日ちょっとスリコに行って、あのカバー探してきます。フィルムと、これはペンタブのペンなんだけど、ペンはね、明日届く予定なんで、そしたら本格的に書けるかな。今、試し書きモードで保存はできません。なんだけど、まあ、いいです。筆圧はね、手だと効かない。で、戻るがここにある。ってのは分かった。で、それぞれツールとかがここら辺にありますね。ツール別に書けると、あ、めっちゃ便利なこれ。あ、斜めになった。あ、そうか、こう感覚的に広げたりもできるんだ。左手も使いつつの書くって感じなのかな。ギャー、ビッビーン、はは。
スポイトはいちいちこうスポイトせんとダメな感じなのかな。とね、クリストあんま詳しくないから、まあ本持ってるんで、教本をね、持ってるんで、それ見ながら頑張りたいと思います。今回はタブレットのためにこの500円の折りたたみ式パソコンタブレットスタンドを買ってみましたので使ってみます。重みはこんな感じです。まあ、重みはちょっとあるけど、そんな気になるほどでもない。むしろまあ少し重い方が安心かなっつ。じゃあ乗せてみます。高さはどれぐらいがいいか分かんなかったんで、とりあえず一番後ろにしてみた。で、こう置く？開ける？開けるけど、こうやってカバーついてるんで、折りたたんで、シュッと。めっちゃしっかりしてる。ええ感じ。で、ちょっとクリスタを開いて、お、書き心地もいいぞ。いい、いい。書ける書ける。ちょっと今手で持って撮影してるからあれだけど、あ、ちょっとこう、書くのにすごく便利がいい。で、なんか引っかかりがね、気になるとかいう書き込みもあったけど、前のはカバーつけてるおかげで、ちょっとこう厚みが出て、もう全然、特に気にならんです。こんな感じで。ん？何を？パン。次回は左手デバイス導入します。ご視聴ありがとうございました。あ？